毛利元成について解説します。元成は、秋の小さな黒人領主から、大内氏や甘氏を滅ぼし、一代で、中国地方、八カ国に勢力圏を広げ、戦国の勇と称された武将です。元成、初陣。毛利氏の祖は、鎌倉時代、源頼朝に仕えた。 鎌倉殿の13人の一人、大江の広元の四男、毛利末光です。末光が、相模の森の将を所領したことから、毛利と名乗るようになりました。その後、毛利氏は、越後と秋に分かれ、秋の吉田郡山に移り住んだのが、秋の毛利氏の始まりとされています。毛利元成は、その子孫で、1497年に、 秋の黒人領主毛利弘元の次男として生まれました幼名は小児丸といいます元就が生まれた頃の秋は小さな黒人領主が複数存在している状態で毛利氏もその一つでした西側には諏訪岩見長門九州北部を勢力圏とする大大名な大内義興がおり毛利氏は大内氏の三下でした1500年 父の毛利弘元は隠居し、嫡男の置本に家督を譲りました。1501年には元就の実母が死去し、1506年には父、弘元も死去しました。死因は酒の飲み過ぎと言われています。さらに、不幸は続き、元就は家臣に家禄を横領され、城を追い出されてしまいました。 そんな元就を不憫に思った父の形質、杉の大方は元就を引き取り養育しました。後に元就は杉の大方への強い感謝の気持ちを記した書状を息子たちに送っています。1511年元就は元服。1516年には兄の置本が父と同じ酒の飲みすぎで急死すると家督は 沖元の着男小松丸が継ぎました。しかし小松丸が幼少のため叔父である元就と外祖父の高橋久光が後見人となりましたまた時期ははっきりしませんがこの頃、元就は秋の黒人領主吉川国常の娘妙宮と結婚しました妙宮との間に毛利高元吉川元春 小早川隆景娘たちが誕生しますなお元就には子供が10名以上いたと言われています1517年大内氏を離反し尼越側に着いた佐藤金山城の武田元重は毛利家内が混乱しているとみて毛利氏と同盟関係にある吉川氏の有田城を包囲しました元就は 小松丸に代わって吉川氏を救援するために出陣しました毛利吉川軍は1500余りの兵に対し武田軍は5000の兵です毛利吉川軍は毛利領に侵入してきた武田方の熊谷元直を率いる500機と交戦し熊谷元直を討ち取ると武田方は敗走していきました有田城を包囲していた武田元重は 毛利・吉川軍の迎撃に向かいました戦況は兵数で圧倒する武田軍が優勢でしたが元就が前線で鼓舞すると次第に盛り返していき武田元重を討ち取りました大将を失った武田軍は総崩れとなって敗走していきましたこれを有田中井での戦いと言い,い元就にとっては初陣でした この戦いの功績により、大内義興から元なりに勘定が送られています。なお、大内義興は、1508年に足利義種を奉じて上洛し、義種を将軍に復帰させると、そのまま在京し、官令大として将軍を支えていました。家督を継ぐ。1518年、大内義興は、 大内領の内外の状況が慌ただしくなってきたので、今日から素方に帰国しました。1523年、毛利氏は、大内氏から天腰側へ倶楽部しました。この頃の秋の黒人衆は、状況により、大内氏に着いたり、甘氏に着いたり、を繰り返していました。天腰つ久は、毛利軍と共に、 大内氏の秋の拠点である鏡山城の攻略にかかりましたしかし城の守りは固くこ着状態となると元就は策を講じます城内の重臣を寝返らせると尼子軍が鏡山城に乱入し陥落させましたしかし毛利氏に対する尼子氏からの恩賞はほとんどありませんでした同年 当主の小松丸がわずか9歳で死去すると重臣たちの推挙により元就が27歳で毛利家の家督を継ぐことになりましたそして元就は田治久留崖上から吉田郡山城に移りましたこの時尼子恒久は元就の有能さを恐れ元就の家督相続に不満を持つ毛利氏の家臣を支援し 元就の伊母邸の愛を元綱を擁立させるべく画策します。しかし、それを知った元就は元綱とその支持派を粛清しました。このようなことから元就は天籠氏に対する不信が高まり1525年に天籠氏を離反して再び大内氏の傘下に入りました。これをきっかけに大内氏は 攻めに転じ鏡山城を取り返しましまた1528年に大内義興が病没すると家督は嫡男の大内義隆が継ぎました翌年の1529年元就は天子方の小松丸の外籍だった高橋一族を滅ぼし秋から岩見にまたがる領土を手に入れました 吉田山城の戦い1537年天子恒久が隠居し孫の天子昭久後の春久が後継者となりました一方元就は大内氏を裏切らないことを明確にするため長男の毛利隆元を人質として差し出しました大内氏は秋頭崎城の平川木だが天子方についたため 攻撃しますが城はなかなか落ちないでいました1540年1月大内義高は九州北部を安定させるとス方に戻り秋での戦いの指揮を執りますそして6月には秋武だけで内紛が起きると義高はこれを好機とみて攻撃を開始しました秋でのア子型の黒人は 窮地に追いい込ままれていきましたそこで天子明久は救援のため兵3万を率いて出雲を出陣し吉田郡山城の北西に位置する風越山に本陣を置きましたこれに対して毛利元就は兵2,400と農民らを加えて合計8,000程度で吉田郡山城に籠城し碁詰として 大内家臣の杉高助が小早川置陰らを率いて坂上に入りました。天マ軍は攻撃を開始します。城下に放火し攻撃しますが、毛利軍に撃退され退却していきました。天マ軍は風越山から降りて、本陣の三井山と青山、宮崎長尾に移動しました。 毛利軍は手薄となった風越山の陣を吸収し焼き払いました天マ軍の湯原宗綱な1500が毛利方の御爪を攻撃しますが吉田郡山城から出撃してきた部隊に攻撃を受け宗綱隊は壊滅しました10月には天マ軍は城下に火をつけながら城に迫ろうとします これを察した元就自ら率いる平成は、天マ軍と正面から戦い、敵を引きつけます。残り2体は、密かに潜ませ、頃合いを見て、側面から天マ軍を攻撃すると、天マ軍は大混乱に陥り、500人が討ち死にするなど、大きな損害を受けました。 12月になると、やっと、大内義高の重臣、末高房、後の春方率いる援軍一万が到着し、天神山に陣を敷きました毛利、大内軍は、年が明けた1541年1月に総攻撃を仕掛けます。毛利軍は 農民を城に残して、全兵が宮崎長尾の天子勢を攻撃します。天子勢は、第一陣、二陣と突破されますが、第三陣の吉川隊が、なんとか食い止めます。一方、大内方の末軍は、密かに天神山を下って、東側を尾根ず隊に進み、天子本陣の背後に出ました。 そして、尼御本陣を突くと、尼御軍は大混乱に陥りますが、なんとか態勢を整え、青光山の中腹で、激しい戦闘を繰り広げます。勝敗がつかないまま日暮れとなり、末軍は引き上げました。この戦いでの戦死者は、尼御軍400人、末軍軍470人と言われています。その夜天 兵の疲労や敷の低下食料補給の問題冬を迎えていることもあって退却を決断しましたそして尼御軍は毛利大内軍の追撃をかわしながら雪の中を退却し何とか出雲に帰国しましたこのあと大内義高の命を受けた元就は頭崎城と佐藤金山城を陥落させました これにより、秋武田氏は滅亡しました。吉田郡山城の戦いの勝利により、秋における天護氏の勢力は一掃されました。毛利氏は、これらの功績により、大内義高から山間部の領地を返す代わりに、旧秋武田氏の領地の一部が与えられ、ここで毛利水軍の基礎を築いていくことになります。ご視聴 ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。